この街の魅力ね、やっぱり人だと思うんですね。その中で俺がどう面白さとか楽しさとかを引き出して伝えていくかっていうところに重きを置いて生きていますが、毎日楽しいんですよそれが。送ろう送ろうと思って1年くらい送る詐欺してたんであのうちの缶いくら好きなんで、いいです。 A セットに、はい、ありがとうございますします。東京？東京じゃない、あの秋田県です。秋田？小鹿市です。うちの、あれ東京じゃないかって勝手に思ってた。俺東京です。東京、実家千葉で親父の方が、うん、で別れて、うん、お母ちゃんが秋田。秋田なの？あ、そうですか。そうずっと。じゃあ美人だな。そうなんですよはい、ありがとうございます。これ明日着、うん、明日着。なるほどなるほど。外国行ってきた？あー、行ってきましたね。アラスカとかインドとか、ちょっと辺鄙なところに自転車こぎに、自転車で1200キロくらい。すごいね、いやーもう寒かったか夏なんですよ、白夜、太陽が沈まないんで。25度から30度の摂氏。ただ北の方に行くと、北極圏に近づくと10度くらいまで下がるんですけど、だから寒暖差が、そう、もう全然寒くないです。こっちに来た時はホテルで働きながら、こういろんな人たちに会いに行ってて、でこう都のことをもっとこう知ろうかなと思って、まあ、一応アルバイトしながらやってたんだけど、たまたま早川さんとか加藤さんとかと出会ってゲストハウスを開業すると、もうその最後のラストピースだと今でも覚えてるんだけど言われまして、でそこからそれが11月でゲストハウスに開業までこぎつけましたが、いや偶然だね、偶然って必然だね、確実に。すげえ未来へ。ゲストハウス港は、外の人から来た人たちと、もっと地域の人たちが、出会える場所。オープンして2ヶ月が経って、延べ200人弱のお客さん、ゲストさんが来てくれてるんだけれども、すごいいいなって、感動したなっていうことがあって。